および、グルジアの革命化、政治家ロシア社会民主労働党内では面衆引派に属した。1890年代に、グルジアにおけるマルクス主義拡大に力を発揮し、1917年に、ロシア革命が勃発すると、グルジアにおける革命運動において大きな役割を果たした。また、全ロシア中央執行委員会議長を務めた。 カルロ・チ・ヘイゼの変名でも知られる。1864年、ロシア帝国支配下のグルジアク大使ケンプチ村に、貴族の息子として生まれる。オデッサ大学に入学するが、学生運動に参加し方向処分を受け、故郷に戻り管理となる。1892年、兄弟のカレ・ニーケ・チ・ヘイゼと共に、グルジアで、初めての社会民主主義団体を創設する。 この団体は後にメサミダー氏の名前で交換に知れ渡ることとなる。1898年にバトゥーミシ社会民主労働党員に選出される。1903年第二回社会民主労働党大会で党がボリシェビキとメンシェビキに分裂すると地平勢はメンシェビキに参加する。1905年第一次ロシア革命では新聞、雑誌への投稿を行ったり、 集会を組織した。この間に2回逮捕され、バトミからの追放処分を受けている。チフリスに移る市議会議員を経て、1907年に、チフリス県から第3、第4国会議員に当選する。当選後は、社会民主労働党議員団長を務めた。後に党が完全分裂すると、地平勢は、メンシェビキの議員団長及びスポークスマンに就任する。 1917年に、ロシア革命が勃発すると、同年2月から8月まで、ペトログラードソビエトの執行委員会議長となり、同年6月から10月まで全ロシア中央、執行委員会議長を務めた。地平勢は、メンシェビキの幹部として、ウラジービル・レーニン率いるボリシェビキの求心主義に反対していたが、ボリシェビキの台頭を防ぐことには失敗した。 ソビートリン政府に参加することは拒否したが、革命的祖国防衛派に協力し戦争継続を支持した。1917年10月、ボリシェビキによる武装放棄で10月革命が起こったが、これに反対した。休暇中で、グルジアに帰郷中であったが、そのまま、グルジアに泊まり、1918年2月にザカフカス国会議長に選出された。同国会は、 ソビエトロシアからのザカフカスの分離を承認し、1919年3月、グルジア民主共和国憲法制定議会の議長となった。同年開催されたパリ講和会議に出席し、グルジア民主共和国の承認を求めるも未承認に終わる。1921年、グルジアへの赤軍侵攻が発生して、ソビエト政権が樹立されると、フランスに亡命した。 その後も亡命者組織を結成して活動していたが、1926年6月13日、パリ近郊で自殺した。ありがとうございます。